皆さん、ワッツアーバッバーソーダでございます。今回なんですけど、ついにルースさん、この日がやってまいりましたよね。旅立ちの時です。ということで、まあ、DIY なんか 4日間ぐらいして、うん、で、まあ、まだ完成はしてないんですけど、また完成したらまた皆さんに見せるんで、ちょっと時間かかるんですよね。まあ、いろいろちょっとルースさんのデザイン的な感じがね、まあ、完成したら皆さんにまた紹介するんで、皆さん楽しみにしとってください。ということで、今日なんですけど、新しい場所、ルースさん、47都道府県行きました。で、次8個目の県でございます。僕たち次中部地方に行きたいなと思います。ルースさん、中部地方知ってますか？初耳、うん、なんかちょっと真ん中らへんかね。あ、そうですか、はい、行ったことある？行ったことないです。そうですか、はい、そうですか、行ったことないです。初めてです。ルースと一緒に、ルースと一緒に初めてです。彼氏経験、はい、そうなんですよ。中部地方言ってもめちゃめちゃ大きいからね。まあ、中部地方の今回福井県に行きたいなと思います。まず福井から行っちゃいますよ、ルースさん。絶対誰も福井県なんか予想してなかったです。全然わかりません。全然わからなかったもんね、ルース。どこですかみたいな感じだったもん、初め。めっちゃ難しい。あ、言ってください。福井の福井です。福井県。福井。はい。めっちゃ大変。初め発音から練習せなあかんね、ルースさん。福井。はい、多分運転時ここから福井まで。福井。福井名前は練習しましょう。覚えてください。はい。と、はい、いうことで。福井県の皆さん、よろしくお願いします。今から姫路から行っちゃうんで、はい、行きましょう。行きましょう、ルースさん、お願いします。わかりました、行きます。姫路から福井県まで約300キロあります。 300km、 やばいよ。多いですね。で、もし下道で行ったら5時間、 okay。 で、もし高速乗って行ったら3時間。これ暑いですよ。2時間違います。どないしましょう。何分ですか？ちょっと待ってね。高速で行ったら約6000円。やばい、高いですね。6000円です。と、もう多分スタート、多分無料道行きます。ルースさん、でもまた4つじゃないですか。もう北海道から九州まで行くのも絶対下道は嫌って。あ、はい、それは全然違う。めっちゃテンパってもとやん。全部日本みたいな感じ。めっちゃテンパってもとやん。でも300キロ、5時間、行けますかね。行ける。5時間ぐらいですね。はい。どうも。しゃあないね。6000円もったいない。バンクマネージャー厳しいですよ。銀行マネージャー。厳しいですね。でももったいない。本当。もう絶対無理です。どうですか天気？やばい、めっちゃ寒い。ほんまに？やっぱ福井県めっちゃ寒いやん。そんな寒いって予想してなかった。沖縄の冬より寒いですよ。めっちゃ寒い。いや、僕靴持ってきてないですよ。やばい、ハイキング靴欲しいですか？ハイキングの靴しか持ってきてない。もっと抜くよ、もとった。まあ寒いんで、雨のマスクちょうどいいかね。もうクッション分厚いんで。おまかせ団子。四季のおまかせ団子って何意味ですか？おー、すごい、ピンク、めっちゃ美味しそう。ノーノー、ルース銀行、自分には甘いですね。めちゃめちゃ。多分みんな多分見たいの。福井の文化たもの、いつも同じ団子じゃないですか。冷凍でした。何も食べれません。
なんで食べれます、冷凍です。多分フレッシャーでなしたの。何ですかそれ。ディーン。What is it? 羊羹ですわ。羊羹ないですか。まあ食べてのお楽しみです。 Oh, it's like this. ジェリーワン。ジェリー。どうですか、すごい大きいですけど。Like your stomach, no? I'm just joking. Okay, ready? Oh, very slimy. すごい勢い。どうぞどうぞどうぞ。Oh. こんにゃく。こんにゃくみたいな感じ。どうでしょうか、羊羹。10点中何点でしょうか。味薄い。はい。めっちゃ薄い。Wow. People, You eat just like that? No, put on the toast or anything. Toast? No. これでも見てるさ、すごいこれ高級ですよ。JAL 国内線ファーストクラスの機内食に、採用されましたよって。まあ、羊羹、最ももっちゃとどっちの方が好きですか？大福。あ、大福の方がもっと好き。一番美味しい。ちょっと食べて。じゃあちょっとまあまあってことで。僕あんま好きじゃないんです、羊羹。I don't like so much. You don't like it, but you made me buy? No, ルースさん食べてみたいな、思って。お、ということで、ここが熊川の町並みです。古い町並みなんですかね。おお。もしかしたらルースさんの大好物が転がってるかもしれないですよ。ぜんざい。おお、横にね、小川があって、リバーがありますよ。そう、ここのお水は、まあ、コーヒーがめちゃめちゃ美味しいらしいです。喫茶店がね。あ、喫茶店が取り組んで、あ、そうだ、喫茶店の人が取りに来るぐらい美味しいらしいです。若さ売り割りの水、はい、名水百選福井県全国第2位らしいです。第1位はどこでしょうかね。ありがとうございます。今ちょっと調べました。福井、めっちゃ有名ダイナソーミュージアムあります。ダイナソー、恐竜博物館みたいな。なんでな。Like that sounds weird. I was like, oh, maybe it sounds like for kids, but actually, it's they've found the most. That town where the dinosaur museum is has the most dinosaur fossils of anywhere in the world. マジですか。世界一。Dinosaur fossils.皆さん見てください、ダイナソーパークでございます。もうあそこに1匹いますよ。で、多分あそこコンサートの多分骨探しとんだと思います。 Looking for bone。 他のね、恐竜の違いますかね。あ、そうですかね。多分修理します。でもここは世界一恐竜の骨が発掘されるエリアですよ。すごいですよ、博物館。スープ入ってきます。あ、めっちゃ大きいですね。ということで今からなんですけど、中部地方始まるってことで、ルーさん福井県スタート。神社でお参りしましょう。旅の成功を祈ってね。お願いしましょう。はい、すごいですよこの石、やばくないですか。はい、めっちゃ大きい。こんなところでなんで建てたんやろね、神社。すごいですね。めっちゃ不思議です。ちょっと looks like it's gonna fall down。 ほんまね。でこの後ろがすんごい大きい山なんで。そうですか。はい、多分山からコロ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 って転がってたかもしれない。
で、ここで着地して、その横に神社建てたみたいな。またミラクルな。コピロケクラッシュ日本じゃね。俺もお参りした時、ポーン倒れてくるかね。これで完璧でございます。福井もナイスチリップ行くと思います。中部地方ね。めっちゃいい。どうも、めっちゃ良さそう。いい感じやね、この緑たっぷり。どうでしょう、人何匹、何匹かいますよ。どこ行きましょう。ここで、おー、これいいパターンですよ。車横付けできるパターンや。めっちゃいい。どこ行きましょう、ルスさん。おー、はい、ここですよ、今日のキャンプ場。めっちゃ良さそうですよ、ここ。めっちゃいい。川の横をちょっと見てみましょう、どんな感じか。ナイスビューティフォルフラワー、ルーさん大好きですね。で、目の前は見てください、皆さん、川です。いやー、これは最高ですね、ここのキャンプ場。無料ですね。First impression of wow。 わーおやね。うわー、最高。あ、こう湧き水あるんちゃうか。水。おーっと、っていうことで、ルースさん、トイレットの方はいかがでしょうか。このキャンプ場無料です、うん、やっぱりちょっと。あー、ルースさんの顔が悲しそうな顔してます。 It's this toilet, this one。 あー、そっちね、yeah。 どうぞ。どうですか。そう、今いいです。ほんまに多分これ飲めるで、これ。You can drink。 おー、いいっすね。そこお茶で。おやべ。 OK、ということで今日の夜ご飯は何でしょうか。 OK、 ミス・ルースさん、ルースさん、2回言うてもだけど、3、2回言うてもだけど大丈夫ですか。何。初め、初めいいしないでください。初め。おビリボーイ。おーい、ビアボーイ、ありがとうございます。 Both for me。オリオンから喉越しに変更やね。オープン。わあ、いいですね。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です、皆さん。ジュース。あー、今日天気予報チェックしました、はい、今日の夜、このキャンプ場、一度今日の夜、やばいですね。寒いね、全然予想してなかった。ちょっとフリップ。もうほんま寒いですよ、皆さん。もう足、靴下履かなあかんね。やばい。 Anyway、 今日の夜ご飯は、はい、サバサンド。めちゃくちゃありましたよね、なんかサインがサバサンド、はい、カフェとかにね。福井一番有名食べ物、サバだから、違うレシピ調べました、はい、それからサバサンド。わかりました、ね、一番簡単作ります。スコディッシュスタイルですか。多分野菜一緒。おお、野菜も切ったよね。アボカド、キャベツ、レタス。OK、そう、今ちょっとサバ料理しましょう。わ、はい、かりました。ガーリックと一緒に。ガーリック、ガーリキーなんですよ。明日めっちゃくちゃ臭くなるやん、ルースさん。If we both eat this, OK. Probably the one person eats it. アップルいっちゃいますね。ニュースタイルオンバンライフ、どうですか、ニュースタイル。めっちゃ見てくださいね、こうやって鏡ちゃんは川見ながら、こうね、こっちも楽しめて、うん、ルースさんとは対面でいいですよ。あれ、ビアは、うん、誰か飲んでもた。 Where's my beer? Why is it empty? うまいやん。 Where is it? やめてくださいよ。 Sorry, the fishy chopsticks. OK OK。 ということで今日はサバサンドでございます。おっしゃ、これ絶対美味しいですよ。福井スペシャリティ、福井スペシャルサバサンド、最高だわこれ。いただきます。いただきます。
This is great! いきなりサバサンドがっつきますよ。This looks so delicious. 重ったこれ。Oh, you gave me the old toast. 四つトースト。1キロぐらい。私多分一番古いトーストあります。Of course, そんな細かいこと言わんねえんですよ、ルースさん。It turned back to bread. It went back to... Oh, you're so crispy! Mine's half toast, half bread. どうですか?サバうまっ!めっちゃうまいサバ相性合うね、サンドイッチに。かぶりっきり入ってる。かぶりっきり、なにそれ。やばい、ごっつかぶりついて。おいしい。おいしいね。サバおいしい?ボニー。ちょっと君です。俺からのフリーさんが。ちょっと一つ仕事だけしました。何?サバ骨。あ、サバの骨取る。首です。首です。どうですか、福井県の方は。今日初めて来ました。今から。めっちゃいいと思います。めっちゃ楽しい。Better than I expected。あ、そうですか。福井県、僕正直あんまりなんかどんなところが全然想像がつかなかったんですけど。ね。Not a famous prefecture。でも結構入った瞬間すごいグリーンたっぷりで、なんか結構興味深いですよ。なんか探せば面白いとこいっぱいありそうな感じです。歴史めっちゃ多い、古い建物あります。めっちゃ興味。で、天気びっくりしましたよ。この辺近くの山雪まだありますよ。多分冬めっちゃ雪降りますよ、福井。ありますよ多分。はい、道の駅、前道の駅、はい、ちょっと地図見ました。多分1月と2月と3月写真見ました、はい、全部雪ありました。あ、そうですか。はい、やばいですね。やばいね。わあ、最後でルーさん、オッケー、洗いもよろしくお願いします。ルーさんお願いします。オッケー、そう、今日多分水めっちゃ冷たい、はい、一番最後の仕事。お願いします。お願いします。オッケー、じゃんけん。I was cooking. I was cooking. Okay, okay. 普通のじゃんけんかぐるぐるどっち？普通。あ、ぐるぐる嫌いだね。ぐるぐるおばけだよね。もちろん。OK。最初はグーじゃんけん。おい。うわあ、やっぱ。見てね。最近いつも私。ああ、あかんな。水めっちゃ冷たい。ふざ？よし。さあ、おっさんだもん。Don't even think about drinking mine. はい、行こう。これクリーンね。クリーン、クリーン。お願いします。めっちゃ寒いわ。ちょっと大丈夫ですか？やばい、また抵抗を置いてます。これまた冬並みの寒さですね、また。今日冬ですね。寒い。OK。終わりました。I'll dry them, okay? OK。お願いします。寒い。ということで、あとは寝るときです。こうベッドを作ってみてどんな感じか、これが重要。これでだいぶ前喧嘩になりましたよ、このルースさんがちゃんと寝られへんっていうので。ということで、今からちょっとベッド作っていきたいなと思います。 OK、 お願いします。また、はい、いや、ルースさんの上手いね、ベッドはね。はい、ルースさんプロフェッショナル。 OK、 どうぞ。まずはこの板を入れちゃいます。どうぞ。ああ、いい感じですね。いい感じですか？いい感じです。はい、その板を入れて次にもう一枚の板を入れます。ちょっと寒いですね。寒いですよ。足寒い。ストッパー入れません？多分必要ない。続きまして、このベッドをここに置きます。これでベッドの出来上がりです。すごい簡単に入りますよね。続きまして、大丈夫です。続きまして、このベッドがこっちに入ります。で、あれ、ワンモア？ちょっと今まだマットレスは完成してないんで、はい、どうぞ。どれが来ますか？はい、これが来ます。ベリーボーイのほどよろしくお願いいたします。敬語？はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと、This is 洗ってお願いよろしくお願いします。それ全然で全然全然できてないです。人がショートなショートさん。僕このベッド作るんだけど、ほん
まに苦手なんですよ。もう何回してもうまいこと合わない。No, 正直、the important advice for this one is you need to do very tightly. No, 無理。もう無理。僕は無理です。All the cushion, they fall. もうこのベッド作るんだけはもう嫌いです。それやったら僕はもう洗わん方がマシです。さあ、ということで、ニューベッドでのスリープ。さて、どうでしょうか、寝心地は。アディオス。ああ、最高やこれ。めっちゃ広い。ルースさんとのソーシャルディスタンスやばい。ルースさんそこおるやん、俺ここおるやん。最高やんこれ。もうなんで近づいてこんでってルースさん。もう離れて、もう向こうの一番端の角に行っといて、向こうの壁まで行ってくれ。もうってこれやったら DIY した意味ないやんけ。もうGood morning, everyone. So, how was sleep last night, Ruth-san? もうこのベッドめっちゃ良かった。Oh my god. 一番よく寝れました。Really? うん。めっちゃ良かった。もうルースさんの足がもう全然なかった。はい。もう最高ですね。さあ、トニーありがとう。成功 DIY 成功やこれね。